皆さん始まりました、気ままにペース道場の林です。今回はゲストでヘッドジャパンから田中さんに来ていただきました。はい、こんにちは。ちょっとテンションがついていけないですけどはい、お願いします。今回なぜ田中さんに来ていただいたかというと、ヘッドから新しいモデルのラケットが出るっていうことで、はい、ちょっと試打させていただいたんですが、はい、ありがとうございます。今回ちょっとこのラケットを試打して飛ぶなっていう感触をちょっと受けたんですが、はいはいはい、ラケット的にはどういう感じのラケットなんでしょうか。そうですね、一番ねしてほしいコメントを一番最初に言われたんです。そうですか、はい、あと言うことなくなってしまう悪いんですけど、ね、まあ形で言うとね、ヘッドでこう初めて出すようなラインナップになります。いわゆるこうパワー系オールラウンドラケットっていう、まあ、よく飛んで柔らかいラケット、まあ巷で言うとね、そのヨネキさんのインドとか、マブラさんのピアドラケットとか、まあ、そういう具体的に言うとそういうところに対して、まあ、ヘッドがそういう雰囲気のラケットを作るとこうなりますということです。ですんで、林教授おっしゃったように、やっぱり飛ぶというのは間違いなく飛びます。であと打球感が柔らかいっていうのも間違いなく柔らかいんですけども、ただ唯一一つだけこう僕から付け加えさせていただくなら、飛びすぎるということはまずない。はい、タタさんのこういう同じカテゴリーのラケットと比較すると、間違いなくコントロール性能は失ってないっていうことですね。でその辺がなぜなのっていうお話をさせていただくとですね、ここね、ここの正面から見たここのシャフトって言われる部分の厚みがやっぱりこう極端に薄く仕上がってます。薄いですね、はい、結構ね、はい、ここが薄く仕上がってまして、まあ、これがいわゆるフレームのこういうしなりっていうのを生み出しやすくしてますんで、まあ、フレームのこのどういうんでしょうね、まあ、上半身っていう言われる部分自体はしっかりと厚みがあってボールを飛ばします。ただ逆にこのフレームの下半身というんですかね、こうフレームを一番しならせるところっていうのは薄く仕上がってますんで、結構しっかりコントロール性能もあるということで、柔らかい打球感でしっかり飛ぶんですけども、まあ、コントロール性能もヘッドの場合は忘れてませんというのが今回ブーンブーンブーンっていう名前も今回初めて、そうですね、結構名前になるので抽象的なブーンなんですけど、はい、という名前でやらせていただきたいので、スペック的には一番重いものでプロといって 310g で、その次が MP の 295g。 まずはスペックの紹介になります。ブーンプロフェイス98インチ、重さ 310g、 バランスが 310mm、 ストリングパターンが 16×19 になります。次はブーン MP、フェイス100インチ、重さ 295g、 バランス 315mm、 ストリングパターン 16×19 になります。このブーンですが、早速プロ選手も使っていました。男子テニス21歳以下の最終戦インテサ・サンパウロネクストジェン ATP ファイナルズにおいて、期待の若手ホープであるフレンツ・ムゼッティ選手が使用していました。ムゼッティ選手はもともとエクストリームを使っており、まあ、今回の分に変更していました。プロ選手も使用しているのでしっかりとしたラケットだと言えます。それでは実際にこの新発売されたブーンの試打の感想を話していきたいと思います。ストロークにおいては、最初ゆっくり軽くスイングをした際に棒の軌道が上がって簡単に飛んでくれるラケットだなーって感じました。なので女性の方やジュニアなどのスイングスピードがゆっくりな方が使うと簡単に飛んでくれるラケットになるので扱いやすいかなと感じました。本当軽く打って簡単にボールが飛んでくれるんですよね。逆にしっかりと打つとどうなるかなと試してみると、逆にこれは飛ばない感じがありました。柔らかい打感ラケットになるのでしっかりと振ると食いつぎすぎてしまい、そしてラケットのしなる部分が甘えないような感じがして、うまく棒にパワーが伝わってくれる感じがありませんでした。なのでしっかりと自分からハードヒットしていくような方は、飛ばそうとすると
エネルギーをかなり使うラケットなので使えてしまうなという印象がありました。ボレーに関しては柔らかい打開なのでしっかりと面で掴んでくれて飛んでくれるなっていう感じがありとても楽でした。崩されてフォロースルーを取りづらい状況でも面に当たりさえすれば深くまで飛んでってくれるなと感じました。バックハンドハイボレーとかの勝利にはラケットがかなり助けてくれるんではないかと思います。女子ダブルスで平行順を取る方にはぜひ使ってもらいたいですね。あとは今回プロと MP という形で 310g、295g という2機種の発表になりましたが、まあ、このラケットだともう少し軽い重たさもあればジュニアの方にもとてもおすすめできるラケットになるんじゃないかなと感じました。その辺に関してはまだ情報が何もないので、まあ、今後の発売を期待したいと思います。まあ、今回こちらの色もねとてもね、ティファニーブルーって言ってます。飛行士ティファニーブルー国的にはヒントブルーで、まあ、全部裏でティファニーブルーって言ってます。飛行士でした。すごく爽やかなです、ね、タケットになりますので、はい、でこちらの方が発売がそうですね、295g と 310g のプロと MP というタイプ自体は1月の、まあ、20日頃という感じで予定をしておりますので、ね、はい、もう4月で5月で、はい、感じで、まあでもシダはできるだけね早いタイミングで、はいはい、皆さんシダラケットも用意してありますので、はい、ぜひシダラケット打ってその飛びっていうところを実感してもらえればいいかなと思います。はい、まあ、今までヘッドを使ったことない人はね、これちょっとヘッドってこんなのなっていう驚いていただけると思いますから、ぜひ使ってみてください。はい、ぜひ皆さん使ってみてください。では今回田中さんに来ていただきました、はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。はい、まあ、このラケットがちょっと気になるなっていう方は、はい、高評価ボタンまたチャンネル登録の方もお願いします。ではまた次の動画を待っててください。